中年オタッキーです。今日はね、お届け物というか贈り物が2つ届いてるんですね。こちらにね2つあるんですけども、ちょっとあまりにもでかくてでね、通常こういう場合ね一気に紹介するんですが、結構内容物が多いと思うんで多分尺が足りなくなると思うんで、今回はよいしょ、こちらの方をね紹介していこうと思います。はい、久しぶりのね開封動画ということになりますね。はい、それでは動画スタート。はい、それでは開封していきましょうか。今回のね贈り物はね、よっと今回開封するのは、ハンドルでもマッハ55のミスター X さんからの贈り物になります。よいしょ。さあ何出てくるでしょうか。よいしょ。ちょこっとだけ内容は聞いておりますがね、詳しいことは聞いていません。この開ける時のドキドキ感が薄れるということで詳しい内容は聞いてないんですね。よいしょ。お、内蓋もしっかりしてあるわこれね、東京の方からなんですけど、なんで東側ってカール販売しなくなったんじゃなかったかな、違ったかな。はい、カールのねチーズがコクうま、チーズ味、薄味、もう一個薄味、この3つねお菓子が入っておりました。ありがとうございます。カール久しぶりだな。西日本ではまだ売られてるはずなんですけど、あんまり店頭で見ないですね。でね、フィルムがたくさん入ってます。たくさんフィルムが入ってますね。これはこれ結構な金額になっちゃうぞこれ。うわ、ありがとうございます。フィルムはとりあえずこんだけかな。ありがとうございます。はい、24枚撮りのね、100、富士カラー100が5本も入ってました。ありがとうございます。ほんとね、フィルム値上げになるということなんですよね。で、上からちょっと開封していきましょう。これなんだ？これはなんだろう？あ！あ！これね、F3 専用のスピードライトですね。以前私入手してたんですけど、F3 を持ってなかった、ニコン F3 を持ってなかったんでね、知人にあげちゃったんですが、失敗したなと思ってたら、入ってきました。ありがとうございます。これオートストロボ使えるのかな、ちょっと調べてから使わなきゃいけないですね。スピードライト SB17 が入ってました。助かるな、これニコン F3 に使えるぞ。んで次上からいきますね。これは何だろう。よっ、なんかずっしり重たいぞ。おお、これオクトレンダーですよね。ビトーマチック2っていう、オクトレンダービトーマチック2っていうカメラです。こんなのもらっていいの。わ、すげえこのファインダー、なんかすごいぞ。どうやって使うのかわからない、なんかロックがかかってるな。もしかしてダブルアクション、あ、違うな、これはなんか違うぞ。使い方がわからない使い方がわからない。ちょっと調べてからにしましょうか。壊しちゃ困るこれすごいカメラ入ってたな。いきなりフォクトレンダーっすか。レンズはね、カラースコパー、50mmF2.8 というのレンズが入っております。ちょっと調べないとわかんないな。いきなり舶来カメラですね。久々の舶来カメラ。舶来カメラといって、ボタッキーはね、ロシアンカメラしか持ってないんですけど。あれ、ロシアンカメラというか、あれ、ウクライナだよね。どう考えてみて。これはなんだ？レチナだ。東ドイツなのかな、レチナ。
これも使い方がわからないぞ。あ、これか。わお、レチナクセナですね。 50mmF3.5 という、レンズが入っておりますね。これもちょっと使い方がわからなくて怖くてできないな。開け方と閉め方がようやくわかった。蓋の開け方がわからない。あ、開いた。ほう、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗です。めっちゃくちゃ綺麗です。ちょっとね、この手の舶来カメラ、いや、やばいっすね。やばい、やばい、めっちゃ綺麗、めっちゃ綺麗です。はい、次いきますね。ちょっとすごいたくさんあるんで、レンズが出てきました。お、思った。あ、カメラもついてる。あー、これ欲しかったんだな。コニカ ACOM1 ですね。うわ、ねじ込み式のキャップなのかな。レンズがね、ヘキサの AR200mmF3.5 っていうレンズがついております。どうやってあげるんだ。あ、これ横か。シャッターはね、ちょっと違和感がありますが、まあ多分ね、動かしてるとまともになるでしょう。コニカ ACOM1 ね、非常に綺麗な個体です。レンズも美しいな。これマウントどうやって外すんだ。あははは、一応バイオネットマウントなんですね。コニカ AR マウントだったっけ。よっと、はい。あ、そうか、フードを仕込めないと入んないから。こう締め込んでいったらちゃんとコニカって横になったところで止まるのかな。あ、なんか空回りしてる感じじゃあちょっととりあえずこれは置いといて、次いきます。これは何だ。もうまたまたすごそうなの出てきたぞ。ツアイスイコンですね。ツアイスイコンネッターっていうんですか、これ、これ詳しくないですよ。ツアイスイコンのね、中盤ですね。66が入っているようです。66ですね。レンズが開けなきゃ分かんねえと。よいしょ。ノーバーアナスティグマット 75mmF4.5 っていうレンズですね。すごい状態がいいっすよ、これ。目測カメラみたいですね。うん、目測ですね。ヘリコイド軽っ。ほう、これは早速使ってみたいな。フィルムもあるしね。よいしょ。あ、シャッター切ってみようか。チャージが チャージしてありましたね。シャッタースピードどうやって変えるんだ。これか、これ絞りだ。シャッタースピードがこっちか、200分の1にしてと。もう切れてますね。いやー、これはまあ多分何もしなくて大丈夫って感じ。うん、大丈夫そうですね。早速使ってみたいですね。これストラップつけるところはないのか、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 ないな落とさないように気をつけなきゃいけないですね。ツアイスイコンです。はい、これすごいな。これすごいぞ。なんか大丈夫かっていうか、舶来品の方が多いぐらいの勢いですが、こういうのはえらいコンパクトなやつが入ってるぞ。
オリンパスペン D ですね。かなり状態がいいオリンパスペン D が入っております。 F1個、 3.2cm、 F1.9、 おたき一応ねこれ持ってるんですが、レンズの状態が悪いんですね。このレンズはよっ、シャッタースピードがバルブにしてた。超バリ玉っすね。やばいやばいやばい、超バリ玉です。めっちゃ綺麗です。これはなかなかの値打ちがあるぞ。大丈夫なのかこんなのもらって。てかね、スキャナーうるさいな。はい、すいません、スキャナーうるさいです。ファインダーも超クリアですね。これは久しぶりに、ペンで撮ってみようかな。これなんだ。あ、これは干渉台だな。なんか中入ってるぞ。あ、嬉しい嬉しい、ストラップ。これなんかちょっと特殊なストラップだぞ。初めて見ましたね、ニコンのね。なんて言うんだろうこれ。赤というか茶色というか。おたきは実は赤系統の色が正常に見えてないんですが、赤っぽい色ですね。これ何のストラップなんだろうね。まあニコンのストラップですけど。あと面白いのがこれ。これもストラップですよね。これもしかしてさっきなんかあったの。これか。いやでもこれは怖いな。いやこれは怖いぞ。これどうやって使うんだろう。ちょっと調べてみなきゃいけないな。でね、電池がなんか大量に。やばい。これはすごい。これ全部 NR 読みますか。こんなの初めて見た。これやばいっすね。これやばいっすね。で、あ、説明書が入ってる。コンタックスティー。いや、なんかね、中にもう一個箱が入ってる。失われた箱というね、表示が入っておりますが、気をつけて開けてください。わらって感じですけど。なんか飛び出すんですか。いや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 、まずね、まず何が見えてきたかって言ったらね、とりあえずね、フィルムが見えてきました。プロイメージ100の、これ何本セットですか？こんなのもらっていいの？これ何本セットですか？ 5 本セットですか？これだけで結構な金額になってしまいますけど、現状。いいのかな？いいの？プロイメージ100だ。いや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 、いやフィルムの値段ね、今すごく上がってるんでね、本当にありがとうございます。でこれなんだろう、何かわからない、よくわからないものが入ってる。ストラップかな。これは、おお、これなんだ。コンタックス T なんですが、どうやって使うかもわからない。説明書っていうかね、これ説明書といえばカタログですね。どうやって使うんだろう。
使い方がわからない、使い方がわからない、ちょっとパスで、なんかもう一個入ってるんですよ。重た、お、ペンタックスの MX です。 MX ね、ちょっとねテンション調整にね手こずってたんですけども、結構ねそのまともに動かない個体が多いらしくて、これはいけそうな感じですね。外れないかよ、よ、お、切れてるよ、切れてます。感動品のようです。 MX の感動品来ました。レンズがね、1.7 かな、うん、名玉、ペンタックス M50mm、1.7、これで 1.7 が2本になりました。やっほー、これでいろんな試写が使えるぞ。ペンタックスのカメラ、レンズ、揃ってきました。揃ってきましたというか、僕が買ったわけじゃなくて、いただいたものばっかりなんですけど、まあ、一部買ったやつもありますけど、いや、MX の感動品来ました。ありがとうございます。この服はもう、なんかおかしいな。ん？なんかまだあるぞ。なんかまだある。これなんだ？これはなんだ？カメラだ。カメラだが。カメラなんだが。カメラなんだが。いや、これダメっしょ。本物かな？まあライカなんですよね。ただその本物と偽物の見分けの仕方なんかオタッキーは知らないわけで、でもめちゃくちゃ滑らかです、多分本物。ゾクッとしますねこの感触。すごいゾクッとします、これは癖になるわ。ファインダーも超クリアですね。20度もしっかり見えてます。おえちょっと言葉を失っていますが、これはライカの何なの、 3F ぐらいになるのかな、1000分の1まであって、スローガバナーもあるみたいですね。20分の1秒から1秒まであるみたいですね。多分 3F になるんじゃないかな、違うかな。スプールもちゃんと入っております。あ、レオタックスとほぼほぼ同じ構造なんだな。うーん、よてかね、ちょっと今ねちょっと言葉を失っております。いや、これはすごいっていうかね、コンタックス T とかね、北斗レンダーとかね、ツアイスイコンとか、なんかとんでもないカメラをたくさんいただきました。なんとコメントしていいか、わかりませんが。ちょっと使い方はね、今後勉強して、動画になった時にね、紹介していこうと思います。
や本当にね、マッハ55のなんだっけ名前が長すぎて覚えられないんだな。マッハ55のミスター X さんからこんなに素晴らしいものをたくさんいただきました。ありがとうございます。はい、今日の動画はこんな感じでね、ここからはね、この幸せなムードの中、作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日の作品投稿トップバッターはトマトさんの投稿ですね。こんにちは、トマトです。組写真で作品投稿させていただきます。テーマは花です。使用カメラはニコン F100 AF マイクロニッコール 60mm F2.8D イルフォード FP4 プラス DF96 自家現像。コロナや地震、ウクライナ問題の辛いことが続きますが、癒しも必要ですよね。少しずつ暖かくなってきているので、写真を撮りに旅行したいです。早く平穏な日が訪れますようにということで、作品なんですけどね、これがね、結構面白いね、組写真になってるんですね。タイトル、花なんですけども、これ2枚目、ちょっと怖いぞ、これ。顔みたいに見える。で、最後は象の花なんだな。これ、ネタ的な、組写真で面白い組写真になっております。光がもうちょっとあればよかったんですが、光はなかったみたいですね。フィルムの名前間違えましたということで、最後、富士ヴィーナス400期限切れということでした。はい、トマトさん投稿ありがとうございます。次はね、チュカメさんの投稿ですね。オタッキーさんお疲れ様です。今回は2枚投稿させていただきます。2枚ともイルフォード HP5 プラスで撮影しましたが、カメラとレンズも現像液も違います。1枚目の外国人の親子タイトルね、はまだコロナがひどくなる前の2020年5月に渋谷で撮影しました。カメラとレンズはキャノン FTB に FD50mmF1.2SSC を装着して撮影し、 D7650%、21度13分で現像しました。これは初めて自家現像したフィルムの中の1枚なので、とても思い入れがある写真です。2枚目の津田沼の街は昨年の12月頃の撮影で、カメラとレンズはニコン F401X に AIAF ニコール 50mmF1.8D を装着して撮影、 SPD50%、 20度13分で現像しました。2枚を比べるとレンズの違いか現像液の違いか、それとも現像時間が長すぎたのか理由は分かりませんが、明らかに2枚目の SPD で現像した方が粒子が荒く出ています。2枚目の方は天気が曇りで光が少ないので、それも影響しているのかな。私はこの高感度フィルムの荒々しい具合も好きじゃあり、嫌いじゃありませんが、おたけさんどちらの粒子感が好きですかということなんですけどもね、フィルムを得るほど HP5 プラスということですが、1枚目はね、正常に現像できているものと思いますね。結構いい感じ、これ初現像だったんですね。結構いい感じで出ていると思います。で、2枚目の方なんですがね、これは多分加減像だと思いますね。50% 希釈だと13分っていうのはなかなかいかないと思います。ちょっと調べてみないとわかんないんですけども。ただ、モノクロの加減像って案外わかりにくいんですよね。特に、ケントメアとかでね、加減像したこと何度もありますが、加減像、粒子が荒れる以外はそんなに変わらないっていうね、ことが多くなります。加減像時間にはね、十分注意が必要です。おたっきの動画ね、説明欄の方にね、モノクロ写真のね、モノクロフィルムの現像時間のチャートが見れる、サイトのね、リンクを貼ってありますのでね、そちらを参考にしていただければと思います。ちかめさん、ありがとうございます。次はね、野上さんの投稿ですね。おたっきさん、こんばんは。野上です。また作品投稿のコーナーに投稿させていただきます。タイトルは草むらの鉄クジラ。機材はニコン S2 にニコール HC5cmF2。フィルムはアリスタエリウルトラ200、現像液 D76 50% 希釈9分です。3月上旬に新潟では珍しく晴れている日があったので、自転車で市内を回っていた時にバスの廃車を見つけ撮影しました。道が狭く構図が限られる中、なんとか撮影しました。最近また寒いので本格的な春が待ち遠しいです。現時点で私の家周辺では桜オールか梅すら咲いておりません。これからも動画投稿、お待ちしておりますということで、作品なんですけどね、おそらくね、ちょっとだけ現像時間長かったと思うんですね。ちょっと荒々しい調子になっておりますが、それでもいい感じですね。これ素晴らしくいい感じ、廃墟のね、バスというか
朽ち果てていくね様子がよく映っておりますね。このフィルムも非常に好きですね。コントラストかなり高めに出るフィルムですが、いいフィルムだと思います。この写真ねタイトル画面に使わせていただこうと思います。野上さんありがとうございます。次がねフィルムクマさんですか。初投稿ですね。こんばんは。初めて写真投稿させていただきます。いつも動画楽しみにしております。先日マミ RB67 のレンズシャッターが不調になり、なんとか修理できた後の試写で撮れた1枚を投稿させていただきます。タイトルは水飲み場です。カメラはマミア RB67 レンズマミアセコール 90mmF3.8 フィルムはフォーマン200を使い、現像液にイールフォード ID11 4倍希釈13分処理で現像しました。僕使ったことないなこれ。これから花粉も増え抗アレルギー薬で運転もきついシーズンになると思いますが、これからもご安全に、動画の投稿も頑張ってください。推進、過去の EOS1 とニコン F4 を比較した動画を拝見しまして、それが決定打となり F4 を技に犯しました。やばいな、あの動画やばいな。このカメラ危ないです。撮るのが楽しくてフィルム消費がえげつないことになってます。そうなんです、 F4 楽しいんですよね。まあ、とりあえず作品なんですが、これね RB67 のね、被写界深度の浅さをうまく活かして、まあ、解像度もさすがというか素晴らしい写りになってますね。被写でこれか縦構図で撮るってね、 RB67 ここにあるんですが、よいしょよいしょ。僕のもね、これ90mmF3.8 同じレンズがついておりますが、 RB67 知らない人はと思いますがね、この状態では横構図で撮れるんですが、よっと、これを回すとね、このフィルムバッグを回すと縦構図になるんですね。面白い、非常に面白いカメラであります。 RB67 僕もそろそろ使わなきゃいけないんですけど、なかなか出番が来ないぞと。そんなわけで、なんだっけ、フィルムクマさん投稿ありがとうございます。次は小寺さんの投稿ですね。中年オタキーさんは最近は動画多めにアップされているので大変楽しめています。今年最初の桜、カワヅザクラを投稿します。倉敷川沿いの民家の脇にあるような小さな公園なので、桜の枝の中にカメラを突っ込み桜だらけになるよう撮ってみました。コダックゴールド 200 OM は F 随行オート S 50mmF1.8 で撮影です。タイトルは満開桜ということですね。で、作品なんですけどもね、これ非常にいいですね。これできればリバーサルで撮ってほしかったかな。いい色になってます。カワヅザクラちょっとピンクがね強い、桜になるんですけども、非常に美しく写っておりますね。いや素晴らしい。青の色もね、ちょっとねコダックゴールド200の調子が出ていい感じになっております。はい、実はねこの写真もタイトル画面相当迷いました。すいません小寺さん。そんなわけで今日のね作品投稿のコーナーはここまで。ここからは俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今日の俺のカメラちょっと2名いきましょうか。1とし9さんからですね。俺のカメラに送ります。ニコン F801 ズームニッコール AI3570F3.3 から 4.5S 撮影機材オリンパス OM30 随行 50mmF1.4 アグファ APX100 ということですね。で、作品なんですけどもね、まあ、平凡に写ってるんですけども、カメラのかっこよさが際立つ写真になっておりますね。このね通常の AI ズームニッコール A3570 をその AF のカメラに装着した、写真になっておりますが、以前のね動画でも紹介したようにね、これが非常に使いやすいんだな。まあ、一応しか十分それ分かってると思いますが、この組み合わせになっておりますね。はい、投稿ありがとうございます。次はね奈良崎野さんですね。おたっきーさん、いつも楽しい動画ライブありがとうございます。今日は俺のカメラならの俺のカメラ台の投稿です。フィルムのデータ化は現像をお願いした時に富士の純正 CD にしてもらってるんですが、ベスト版や、パーフォレーションまで画像が映るカメラの場合、どうしてもデータ化できないことがあって、やむなく自分でやらなくてはならなくなり、何度か挫折を繰り返してやっとたどり着いたデューク専用台です。ホームセンターで手に入るヒノキの角材 10mm×30mm 長さ 1900mm筋を作り、同じ角材でスライドさせるというやり方で 35mm からブローニーまで対応できます。フィルムを挟む部分はすり板ガラスと透明ガラスを合わせてブローニーの裏紙をセットして位置合わせをするアナログなやり方ですが、カメラが机の上で安定するのでなんとかいけそうな予感がしています。利点は何といっても安上がりで台ができることです。カメラはニコン D40、 レンズは標準ズーム、あと 35mmF2.8 のニッコールオートに純正の中間リングを挟ませると 35mm サイズいっぱいまでいけます。あり合わせの
もので作りました。ガラス板をヤフオクですり板ガラスを出品している方に希望サイズにカットしてもらいました。素人加工であれですが誰かの参考になれば幸いです。それではよろしくお願いしますということですね。でね、こういう加工はね本当にね器用な方にねお任せするのが一番ですけど、おたき実はここまでやることないんだな、できないんだな、下手くそなんですよね、こういうねあの木の加工がね。で木材だけで、ああなるほどね、ガラスに、スリーブを当てるようにしてカメラをセットすると、はあ器用ですなそれしか言いようがないですが、俺のカメラだってこと。結構ね、僕はね、ここに置いてありますけど GTX900 っていうエプソンのスキャナーを使用してるんですけども、まあ一応、35mm 版から中盤大盤までいろいろできるんですけどね、他にもねいろんなフィルムがあるじゃないですか、ポルタ版とか、ワンテンとかね、そういうのを考えるとデジタルデュープも便利なことになってくるので、まあ選択肢になってくるんですが、これ見事に作ってますね。羨ましいというか器用だなというか、そんな感じですね。作ってもらおうかなそんなわけでね、俺のカメラのコーナーはここまで。 ここからはね教えてオタッキーのコーナーになってまいります。教えてオタッキーのコーナー、今日はねデラウマさんの教えてオタッキーですね。こんにちは。カメラネタになるかもしれないと思いましたが、私だけチンプンカンプンなのでしょうか。教えてちょうだいオタッキーさん。今ここに富士の NS160 があります。適正露出は晴れの日125分の1、 F11 と3分の2とあるのですが、3分の2をどうすればと考えるんです。125分の1と F16 でマイナス 0.3 補正と考えるべきか、125分の1で F11 プラス 0.7 露出補正と考えるべきか、他にあるのか。 ISO 100で撮って、プラス 0.7 で露出補正をいつもしている感覚でいるのか、今数字を打っているだけでも何度も書き直しているフィルムに失敗はつきもの、確かなことですね。では、お仕事気をつけていってらっしゃいってことなんですけど、実はね NS160 僕使ったことないんですけどね、僕が思うにこれは125分の F11 プラス3分の2だと思いますね。でねこれややこしいんで、プラス3分の2になる ND フィルターをかけるのが一番簡単なのかなと思います。そうすると100で使えるんでね、ただNS160 の性格はわからないですが、若干オーバー気味でもカラーネはいけると考えると、F11 でもいいような気もします。これね NS160 がどのぐらいオーバーに耐えれるのかオタッキーはちょっと知らないので、 NS160 のフィルムも結構ね常用されているような方ね、もし、コメントがありましたらよろしくお願いします。ちょっと正解出ないんでね、ただ ND フィルターでね3分の2かけるぐらいの、フィルターつけるのが一番簡単だと考えます。はい、今日の動画こんな感じでね、終わっていきます。いかがだったでしょうか。で次の動画はねもう一個開封動画が来ますはい、もう一個ね送られてきておりますので、次も開封動画になってまいります。そんなわけでちょっと開封動画続きますが、ちゃんとね普通のね動画もね今あのネタを作っております、スキャンしておりますので、お待ちくださいということでね。はい、今日の動画はここまでになっていきます。いかがだったでしょうか。高評価コメントの方ねどしどしお願いします。もうコメントの方ちょっと最近減りつつありますので、ぜひともコメントお願いしますね。でねオタッキーの、英語字幕版のね、動画の方ね、リンクをね、説明欄の方に貼っております。まだリンク先に飛んでない方、高評価とかね、チャンネル登録していただければ嬉しく思っております。はい、このチャンネルもね、もちろんね、チャンネル登録6000名をとりあえず目指して頑張っていっておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、今日の動画はこんな感じで終わっていきます。いかがだったでしょうか。ぜひともね、高評価の方押しといてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう。